さあ再び隊列を整えながらブラックアウトスタートの合図を待ちます。さあゆっくりとしたローリングペースをキープしながら再びホームストレート上イエローラインまで差し掛かったらブラックアウト。さあ今再びホームストレートを駆け下りてきます。イエローラインを通過。さあようやくこれでスタートが切られました。まずはホールショットは松下、2番手の真人も綺麗なスタートを切りましたが、3番手スタート酒井が少し遅れたでしょうか。3番手の酒井スタート出遅れた感もありましたが、ポジションはキープです。ポジションキープ。4番手店正気、さあその店が早くも酒井に並びかけていこうという動きか。まずは5コーナーを立ち上がってトップ松下、2番手には真人、3番手に手が上がりまして4番手に酒井。さあその酒井に対してもう一台、今今井が通過をしていきますが、その今井の前に服部慎が立ってきました。さあ午後からのこの決勝レース、雨も上がったということでゼッケン31番の今井颯、ニューフェルメットを下ろしております。まあ、午前中雨の中では、今までのヘルメットでしたが、新しいヘルメットで気分一新。さあ新しいヘルメットを装着しながらゼッケン31番の今井颯は5番手でオープニングラップへ戻ってきます。まずはラップリーダー松下、さあしかしその今井でしょうか。2コーナーで3台マルチクラッシュ、2コーナーから3コーナー3台のマシンがストップ。これで酒井が動き出したか。酒井とそしてゼッケン5番の大森俊太郎、さらに今井颯の3台が2コーナーから3コーナーの餌食に。3台とも動き出してリスタートは切れたもののポジションを大きく落としています。さあ先頭集団はトップ松下、後ろにはライバル店正気が上がってまいりました。予選ヒートでは浅溝のレインを選択いたしましたが、想像以上の雨量ということでちょっと、作戦ミス、タイヤ選択のミスが響きまして店正気ペースが上がっていきませんでしたが、5番手スタートからさあこのドライになって自信を持ってさあこの決勝レーススタートを切りまして、ついに3周目ここで松下を抑えてトップに出ます。その店に続きまして後ろにはゼッケン9番の真人も前に上がってきました。さらに松下を今バックストレートを服部がかわしていきます。これでポールシッター松下海斗はポジション落としまして4番手にドロップです。先頭集団4台のポジション、店を先頭に真人、服部、そして松下。さあ松下も先ほど予選では少し後ろを気にする仕草が多く見えましたけれども、ここは自信を持ってもう前だけ見ろというアドバイスを受けながら、さあここは4番手のポジションから自分の走りをしてほしいです。さあ現在トップは店、2番手真人、3番手服部、その後ろの4番手松下、さらにその松下の後ろ単独5番手がリフトです。稲葉リフトが単独5番手。先頭集団店を先頭に戻ってきまして、これで4周終了、5周目。さあここでトップ店をも上回るファーストストラップに入れてきたのは現在2番手と上がってまいりました服部慎、53秒421。この周りのライバル勢よりもコンマ3秒ほど速いペース、53秒421をマークで店の後ろ2番手と上がってまいります。さらに3番手には松下海斗がリフト真人をかわしまして3番手に上がってきました。
さあこのファーセストの勢いでついにトップ見せまで近づいてきます。赤色のマシンゼッケン7番服部慎、まあ、ドライとなりまして一気にペースが変わってきました。さあ得意のドライで見せを追いかけていこうという服部、さらにファーセストも更新53秒113、見せもたまらず自己ベストをマークしていきますが、それでも3秒4、コンマ3秒ほど後ろ服部の方が上回っています。さらにマヒトとの対決3番手争いが松下海斗、さあその松下に対して真人も1コーナーで並びかけていく。ホームストレートから1コーナー、2コーナーにかけてここで前に出てきたゼッケン9番の稲葉真人、ここでランキングリーダー松下をかわしていきますが、5コーナーのブレイキングでは松下だ。ここで松下もインサイド飛び込んできました。3番手ポジション争い、さらにトップも入れ替わりまして、トップは服部、この勢いで見せをかわしまして、さあ服部がこの時間はプッシュプッシュ後ろを引き離していこうというペースか。服部のペースが止まりません。53秒06、にこちらも52秒台が見え始めてきました。服部のペース、後ろ店に対してはコンマ4秒のリードをあっという間に広げていきます。ここまでのファーストストラップをマークしているトップ服部、53秒06、にその服部はセクターで見ればセクター2、セクター3のベストをマーク、セクター1のベストをマークしているのはスピードベストも飾っている松下海斗、その松下のスピードが現在ベスト103キロオーバーとなっています。最終コーナーからの立ち上がりラインによって2コーナー手前最高速のスピードも随分と変わっていきますが、さあその最高速見せ正気も100キロを超えてきていました。一方ここまで2番手につけている見せ正気ですが、この見せ正気9周目セクター1セクター2とベストを塗り替えてきています。さあこれで見せ正気がファーセストも塗り替えました。52秒台です。服部を上回る52秒896というベストで、さあこれで2コーナーから3コーナーついに服部を捉えまして再びトップに浮上してまいりました。青色のマシン見せ正気対赤のマシン服部の直接対決、さらにその後ろ3番手争いも松下と真人の直接対決 2×2 という先頭集団、現在レースは10周目3分の2を消化しようかとしているところ、残り周回数は戻ってこればあと4周表示、再び後ろに下がった服部、しかしそれでも店のテールにぴったりと張り付いたまま、さあスリップを利かしながら再び2コーナーへと向かっていきます。さらに3番手争いも真人が目の前の松下にチャンスを狙っていこうという、さあここはしっかりと松下にくっついたまま、タイミングを見計らっています。
5番手スタートのミセショーキー、さらには7番手スタートのハットリシンがこのレーストップ争い。さあいよいよレースも終盤、残り3周へと入ってきました。ここ2レース連勝を飾っているミセショーキ対今シーズンの初優勝なるか服部慎。さあこの直接対決は残り3周です。シリーズランキングでも2番手につけているミセショーキと3番手の服部慎、シリーズポイントのギャップは23ポイントという、さあそのポイントギャップはありますが、さあ今シーズンの初優勝を狙って服部が後ろからチャンスを狙っていこうとしています。さあその服部がついに2コーナーで前に出てきました。残り2周、ここでミセショーキの前に立ってきます。初優勝に向かって服部が前、さらにその後ろ3番手争いも5コーナーでついに真人が動いてきました。松下をかわしまして表彰台圏内、真人が上に上がっていきます。この後トップ集団が戻ってこればファイナルラップ。さあ服部が後ろ、ミセとの感覚を確認していきます。後ろを振り返りました。服部、ミセ、さらに真人と松下、さあこの隊列で最終コーナーを立ち上がってレースはファイナルラップへと入っていきます。第6戦、今シーズンの初優勝を狙って、さあ服部がいくか、横に並びかけていった2コーナー、ミセ勝機、こちらも3連勝をかけてのこのファイナルラップ。さあどちらに軍配が上がるのか、初優勝か3連勝か。さあ服部と店の意地と意地とのぶつかり合い、5コーナーを立ち上がっていく。その後ろ表彰台をかけての3番手争いも松下が再び前に出てきました。服部対店、さらには松下対真人、さあこれは両者意地と意地とのぶつかり合いだ。バックストレートエンド、服部がブロックライン、店はアウトにマシンを振る。さあ加速勝負、服部か店か、まずは12コーナーから13コーナー最終セクション、狭いところ、さあ赤色のマシン、服部が前だ。服部が前でホームストレート、今シーズン初優勝を飾ったのは服部。服部慎が店の連勝をストップかけました。服部慎が見事今シーズンの初優勝、2番手ミセショーキ、表彰台の一角3番手には松下海人、4番手には稲葉真人。今今シーズンの初優勝を飾った服部慎に嬉しい嬉しいチェッカーフラッグが渡されまして、ウィニングランへと向かっていきます。ここセスティカサーキットでの初優勝を飾りました服部、長い道のりでした。この服部にとっての初優勝、ついについにライバル店を従えながらのトップチェッカーをくぐり抜け、嬉しいウィニングラン。2番手店勝機とのタイムギャップコンマ106、コンマ1秒差の軍配となります。3番手には松下海人、4番手に稲葉真人、5番手が稲葉リスト、6番手大森俊太郎、7番手に今井颯、8番手酒井瀬名というオーダーで第6戦ジュニアクラス決勝終了です。